そんな。ロニエ、早く帰った方がいいわ。そんなに離れてるわけじゃないんだし。でも、キリト先輩たちには私から伝えておくから。ロニエ、ティーゼ、何かあったのか？あ、キリト先輩。ロニエの実家から伝令が来たんです。火球の知らせみたいで、すぐに戻るようにとだけ書かれていました。ロニエの実家はここからそれほど離れてないよね。こっちは大丈夫だから戻った方がいいよ。はい。よし、じゃあ俺もついていくよ。そうだね。大変なことが起きてないといいけど、誰かいた方がロニエも心強いだろう。はい、ありがとうございます。よし、じゃあ案内してくれ。ここがロニエの家か。ロニエ、久しぶりだな。お父様。見ないうちに少し痩せたか。元気だったか。そんなことより、火球の知らせというのは、家族の誰かが倒れたりしたとか、そういうことなの？いや、誰も倒れてなどおらん。要件は至極単純なものだ。お前のお見合いの段取りを話そうと思ってな。え？お見合い？何名か4頭以上の貴族の杓子の候補を用意しておいた。この書類にまとめたので見ておきなさい。どういうことですか、お父様。火球の知らせというのは嘘だったの？嘘とは随分だな。まあ、方便と言うべきか。ひどいわ。そんなことならこんなに急いで戻ってこなかったのに。すまないな。私だってお前に無理やり結婚してほしいわけではない。ただ親戚たちは皆一様にお前のことを心配していてな。ほら、例の対策本部に入ったんだろう。つまりお前は日々魔獣と戦っているってことだ。父親として娘にそんな危険な仕事に従事してほしくないんだ。つまり結婚をして対策本部を抜けろと。そうだ。家庭を持てば危険なことからは身を遠ざけると思ってな。そんなの話が飛びすぎだよ。では対策本部を辞めて実家に帰ってきてくれるか。それはキリト先輩、申し訳ありませんでした。対策本部に戻りましょう。いいのか。君は一体誰なのかね。もしや君も例の対策本部に参加している？はい、まあそんなところです。だとしたら君からも説得してくれないか、娘に対策本部を抜けるように。そんな勝手よ。私はお前のためを思って言っているのだぞ。お父様、結婚はお父様の選んだ人とはしません。なぜならその理由は、私はこのキリト先輩と結婚を前提にお付き合いさせていただいているからよ。なぬ。え、行きましょう、キリト先輩。待て、まだ話は。本当にこのまま帰ってしまっていいのか。いいんです。さあ対策本部へ戻りましょう。はあ、ロニエだ。少し元気がないような。よう、ロニエ。キリト先輩、ちょうどいいところに。ちょうどいいところってどうしたんだ。まずは
謝罪させてください。この間の父の件についてはすみません。私あんなこと言っちゃって。いや、ロニーがいいなら気にしなくてもいいんだ。穴場を切り抜けるためには仕方なかったと思うしさ。でもお父様ったら妙に簡単に納得したかと思ったら、あれからまた私にこの伝令をよこしたんです。あれからすぐ？どれどれ。キリト君はロニエを指導してくれた上級修剣士であり、凄腕の剣士なのだと聞いている。いやいや、凄腕ってそんな。ロニエ、俺のことよく言い過ぎなんじゃないか。真面目に聞いてください、先輩。とはいえ、私は父親として大事な娘を預ける相手のことをもっと知っておく必要がある。ん？ぜひともこの機会にキリト君の実力を確認したい。え？そこで私に与えられた調査任務を私の代わりにこなしてくれ。場所は。ロニエ、俺の気のせいじゃないならすごくややこしいことになってないか。そうなんです。だから今日はそれを含めて先輩に謝ろうと思って。ああ。怒っておられますよね。勝手に恋人だって言った上にこんなことに巻き込んじゃって。いや、一緒に任務をこなしに行こうぜ。キリト先輩、聞いた話によるとロニエのお父さんが所属している衛士隊は魔獣の討伐ですごく忙しいみたいじゃないか。俺が手伝えることなら手伝うよ。なんだって大切な後輩のお父さんだからな。恋人以前にロニエの指導生がちゃんとしたやつだって見せて安心してもらいたいんだ。先輩。というわけで場所を教えてくれるかな、ロニエ。はい、ありがとうございます。
ここがお父さんから調査を頼まれた場所だな。キリト先輩、見てください、あそこにたくさんの魔獣が。あいつら何をしているんだ。こっちを無視して暗がりでコソコソしてますね。なんか食ってるみたいだぞ。こんなところで一体何を食べてるんだ。お、こっちに気づいたみたいだぜ。戦うしかありませんね。ああ、よし、これで任務完了だ。はい。ちなみにあの魔獣たち一体何を食べてたんでしょうか。そういえば気になるな。どれどれ、ん、あ、これキノコか。はい、そうですね。あれ、これってこの辺ジメジメしてるもんな。日の光も当たらないし、人の手も入ってないし、それでキノコが自生し始めて、イノシシ型の魔獣たちが餌を求めて押しかけてきてたってわけか。はあ、ん、ロニエ、どうかしたのか。これはマヒツダケです。マヒツダケ。はい、とても希少なキノコです。なかなか取れなくて市場に並ばないこともあるんです。マヒツダケ、マツタケ、コヒルチョ、コーヒー、うん、なるほど、そういうことか。キリト先輩。あ、なんでもない。でもそんな価値のあるものならせっかくだし取っていくか。はい、持ち帰りましょう。ん、あそこにも生えてるな。あそこにも。うわ、よくよく見るとそこら中にあるぞ。はい、取り放題ですね。さっきの魔獣もこれを食べているようだったし、キノコがある限り魔獣はまた来てしまうかもな。それじゃあ全てのキノコを採取しますか。たとえ全て取っていっても時間が経てばまた生えてくるだろうし、やっぱり魔獣の方をどうにかするしかないか。魔獣は倒しても倒しても出てくるし、カランとはなかなか見つからないな。それにすっかり暗くなってきた。これじゃあ今日はもう帰るのは無理か。夜の方が凶暴な魔獣が多く出現するみたいですからね。ってことは今日はここで野営するしかないか。はい。え？なんや、暗い中で動き続けるのは体力的にも厳しいと思ってさ。そうですね。ロニー、大丈夫か？なんでもありません。キリト先輩と二人きりで夜を明かすなんて。しかしあれだけ戦ってたらさすがに腹が減ってきたな。そうですね。でも食べられそうなものなんて持ってきてないし。あ、どうした。そうですよ、あのマヒツダケを調理すればいいんです。え、そんなことできるのか。が長丁場になった時のために調理するための道具を持ってきていたんです。それにさっき倒した魔獣も食材用の肉になるので、キノコ鍋くらいならできると思います。おさすがロニエ。スープの仕込みは完了っと。それじゃあ
スープがグツグツ煮えるまでにこの具材を切ってっと。なんだかえらく本格的な格好だね。はい、ここに前掛けが置いてあったので借りちゃいました。この砦は女性衛士の方も見回りに来るそうなので、その方が使っているものなのかもしれませんね。俺も何か手伝えることないか。あ、お願いですから先輩は何もしないでください。え、いえ、私に料理はお任せください。先輩はどうかごゆっくり。そうか、思わず傷つくところだったさ。ごめんなさい、つい先輩にできるところをお見せしたくて。わかった、じゃあロニエに任せようかな。はい、うん、ロニエ。先輩に見られると集中できないです。あ見ない方がいいか。それじゃあちょっと辺りを散歩にでも。いえ、ここにいてください。どっちなんだ。あの、先輩は奥さんにするならどんな人がいいですか。えらく唐突な問いかけだな。深い意味はないんです。ただ男性の意見をお伺いしたいと思いまして。お料理上手だとか優しい人だとか、お金の管理が上手な人だとか、強い人とか。私、今回父が縁談を持ってきた時、すごくいろいろ考えてしまったんです。将来どんな人と結婚するのかもわからないですし、結婚して誰かの奥さんになるなんて想像がつかなくて。それでもいつかは嫁ぐことになるんだと実感しました。だからその時のために心づもりをしなくちゃと思って。つまり男の人はどんな奥さんがいいと思うのか、男性である先輩から聞いてみたくなったんです。そうだな、難しい質問だけど、ロニエは奥さんに向いてると思うぞ。え？ロニエは気が利くし優しいし料理上手だし、剣も強いし自分の考えも持ってる。ロニエみたいな人が奥さんだったら相手の男の人は幸せだと思うぞ。先輩、そんな嬉しいです。そんな風に言ってもらえるなんて。ロニエ、私本当は先輩みたいな人の奥さんに。ロニエ。あ、何を言ってるのかな。私、先輩にはアスナさんという人が。ロニエ、鍋が吹きこぼれてる。え、お鍋。あ、すみません、つい自分の世界に入っちゃってました。うまい、最高にうまいよこの鍋。本当ですか。あのあとスープは吹きこぼれてダメになっちゃいましたが、やり直せてよかったです。ああ、キノコの出汁に肉のコクが調和して、あとはこの芳醇な香り、まさに絶品だ。ありがとうございます。即席でこれだけ作れるなんてロニエもなかなかやるな。アスナに勝るとも劣らない料理の腕前だよ。昔から弟たちの世話がてら料理作りもやってきたので。そうなんだな。ロニエの親父さんがきちんとした男のところに嫁に出したいって気持ちは当然だよな。あ、ごめん、つい口が滑った。ロニエにとって気分のいい話じゃないよな。あ、いえ、父の言い分ももっともだと思います。剣士として危険な任務に就く娘に家庭を持って幸せに暮らしてほしいと思うのは普通ですよね。ロニエ。また奴らか。仕方ない、追っていこう。はい。やっと見つけた、カラントだ。キリト先輩。
魔獣の群れの真ん中を見てください。ひときわ大きな体をしているやつがいるな。もしかして群れの長か。きっとあの長が群れの盗撮を取っていたのだと思います。ああ、そのようだな。それじゃあいつを倒すぞ、ロニエ。Yeah!
これでもう大丈夫かな。はい、なんだか疲れちゃいましたね。少し休むといいさ、俺が見張ってる。え、でもキリト先輩も疲れてるはずじゃ。少ししたら起こすよ。交代制で回そう。はい、じゃあ少し休ませてもらいますね。あ、おやすみ。はい。キリト先輩、ああそうだ、私キリト先輩と一晩ここでぐっすり寝てたぜ。ごめんなさい、代わり番号で寝るって決めたのに。いや俺は平気だよ、ロニエが眠れてよかった。先輩ありがとうございます。ともかくこれでお父さんには報告できるな。あ、ちょっと待ってください。露出だけは食べきってしまったので、もう少し採取していきませんか。そうだな、ロニエが作った美味しい鍋をみんなにも食べてほしいしな。私は先輩だけに食べてもらえればいいですけど。何か言ったか。そういえば、なあロニエ、あれ以来お父さんはどうだ。砦の魔獣討伐については追加で部下に調査させているみたいです。俺が本当に任務を果たせたのか疑っているのか。本当にすいません。いや気にしなくていいよ。ところで先輩、今日はお時間ありますか。ああ大丈夫だけど。実は父に会いに行くんです。弟たちに例のキノコ鍋を作りに行くついでですけど。そっか、そういうことなら俺も行くよ。さあみんな、キノコ鍋完成だよ。まーい。うわ、前に一度食べているけど、この香りたまらないぜ。お父様。先ほど部下から報告があった。砦に救う魔獣たちを倒したというのは真実のようだな。キリト君、君の強さ認めよう。お父様、ごめんなさい。違うんです、本当はキリト先輩とは。だから結婚を前提に付き合っているとかそういうことじゃないの。そんなことだろうとは思っていた。え、こちらも少し強引だったな、ロニエ。すまない。お父様。ロニエは今俺たちにとって書くことのできない仲間です。俺が偉そうなことを言えた口じゃないけど、ロニエも俺たちと戦いたいと望んでくれてる。だからもう少し
彼女に自由を与えてくれませんか。うん。お父様、私からもお願いします。私は剣士としてはまだまだだけど、キリト先輩たちを見習って強くなってこの人界を守りたいの。ロニエ、そうか、わかった。何も言うまい。今はお前の好きにするといい。お父様、ありがとうございます。ああ、だがな、キリト君よ。はい。君がいいのなら私はいくらでもロニエの婿として迎えても構わないと考えている。お父様、君ほどの腕があれば貴族の出でなくとも剣士として高みに、うん、聖豪騎士様にもなれるやもしれぬ。そうなればロニエや我が家系も安泰というものだ。お父様ったらやめて。何を言う、ロニエ、お前も本当はキリト君のことを。あははは。